どうも柏木由紀ちゃんガチ恋のニューエイオジェダ、今日はですね、ゆきりんさんのソロ曲夜風の仕業、これねシアターの女神公演とかで歌ってる曲なんですけども、まあ、他にもねあるんですけどね、いろんな場所でフレンチキスさんの時とかに歌ったりもしてるんですけども、まあ今日は本人に俺のねこのカバーする曲がね伝わればなと思い、ちょっと歌います。今日はゆきりん関連の動画ですね。ちょっとイヤホンつけて歌います。ではいきます。ドゥ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 、オレンジ色の三日月が空の端っこで寝ているみたい。電話くらいできなかったの、あなたが憎たらしい。ずっと待ってたのに、今日は仕事が忙しいことなんて私にだってわかっているけど、一人きりのアスファルトが足音が寂しすぎて、空き缶の一つ蹴りたくなる、泣きたくなるほどあなたに会いたい。今すぐこの空を飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう。本気になるつもりはなかった、夜風の仕業。トゥルトゥ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 、公園でね歌ってましたね。雲がかかった三日月がずっとあの場所で待ち望を消してる。星がそばにいくつあってもあなたじゃなきゃダメなの。ただ一つの星、児童公園のシーソーに腰掛け、着信履歴を何度も眺めて、私だけが恋の批准、重すぎて嫌がやんで出る。ねえメールくぐらいちょうだいよ。泣きたくなるほどあなたに会いたい。今いるその場所へ呼んでほしいの。どこかへ寄り道したい気分なのよ。一人の部屋に帰りたくない、夜風の仕業。ショールームでねゆきちゃんの配信で歌ってました。いやーちょっとねやっぱね生歌の声はいいっすね。どれだけ待ったらあなたに会えるの。このまま夜明けまでここにいようか。どうしてこんなにムキになってるんだろう。明日になればまた会えるのに、帰りたくない。うおうおはは、はぁはぁ、うんてて、はあはあ、てててはあ、ね、ちょっとね、まあ、今日夜風の仕業歌ったんですけど、なんか一度 YouTube で歌ってみたかったなと
思った曲でありますね。これ聴いてると泣けてきますね。もうね、ちょっと恋愛が入ってるあの感情のね歌詞。どれだけ待ったらあなたに会えるの、ね、遠距離みたいな感じのね曲ですね。もうね、俺だったらすぐ飛んでいきますよ。本当に飛んでいくというか、もう仕事だったら即帰りますっていう感じのもう曲だったなと思います。これを機に、ガチ恋生活頑張りたいと思います。というわけで、またこれで明日もね頑張れますね。というわけで今日は以上です。さよなら。